リヴァイ兵長、いや違う、誰だ。グンタさん、エレン止まりだ。進め、エレンを守れ。ベルタの中身が、それとも複数いるのか。ヤクモ、かかってこい。刺し違え相手でも倒す。やはりか、来るぞ女型の巨人だ。今度こそやります。俺がやるぞ。了解、やらせてやるよ。ダメだ、巨人にはなるな。俺たち3人で女型の巨人を仕留める。エレンはこのまま全速力で本部を目指せ。俺も戦います。これが最善策だ。お前の力はリスクが多すぎる。なんだってめ、俺たちの腕を疑ってんのか。そうなの、エレン。私たちのことがそんなに信じられないの。嫌です。俺は戦うことを選びません。人間のままでもグンタさんの仇を取れる。いい加減にしろ、この分からず屋のクソガキめ。エレン、仕方ない、俺の指示には従えよ。巨人の力も使うな。私たちのそばから離れないで。
が選択を間違えたから、みんな死んだ。こいつを、こいつを殺す。
あ、待って、エレン。行かないで。追いかけないと。追いかけて、あの女を殺して、エレンを。待て。落ち着け。一旦離れろ。この距離を保ったまま、奴を追うぞ。うなじごとかじり取られていたようだが、エレンは死んだのか。生きてます。目標には知性があるようですが、その目的はエレンを連れ去ることです。殺したいのなら潰すはず。目標はわざわざ口に含んで逃げています。だといいな。目的を一つに絞るぞ。まず女型を仕留めることは諦める。皮膚を硬化させる能力がある以上は無理だ。エレンが生きていることに全ての望みをかけ、奴が森を抜ける前に救い出す。俺が奴を削る。お前は奴の注意を引け。了解。エレンだ。苦戦してやがるのか。ごめんね。もう少しだけ待ってて。チャンスだ。奴を削って消耗させるぞ。奴を殺すことを諦めるんですか。奴は仲間をたくさん殺しています。言ったはずだ。目的はエレンの救出だぞ。確実に救うため、奴を疲弊させろ。おとなしくしてろ。行く。なんでこうなるの。私このまま死ぬんじゃ。奴も少しは疲弊したか。それほど速力はないように見える。まとめて相手してくれ。俺は今女型の巨人を追っている。邪魔な奴らを排除してくれ。わかりました。私頑張ります。どうぞ。エレンを
エレンを返せ。救援要請無視はできねえ。絶対にエレンは生きてる。絶対命令が出てるってのに巨人に囲まれて動けねえ。奴らを倒す。ミカサ、お前は女型を追って足止めしておけ。了解。絶対に逃がさない。体勢を立て直せ。周囲の巨人の討伐を頼みたい。はっ、全力で任に当たります。してやがる。お前ら腹をくくれ。おとなしくしてろ。走り出す。逃がさない。エレンは私が助ける。おとなしくして。エレンは絶対に生きてる。絶対に生きて助ける。手は引くなよ。了解。おとなしくしておる。
してる。きっと動けない。殺せる。よせ。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。エレン。メガト。逃した。なんでみんな一体作戦は失敗した。今は休んで。もうじき壁に着くから。早朝から出てったと思ったらもう帰ってきたのか。たく、こいつら何しに行ったんだよ。エレン、耐えて。